まず身内の民主党の沖縄の選出の国会議員や県会議員や県連を、あなたが正面切って説得することから始めるんじゃないですか、いつからそれを始めますか、お答えください。現場大臣いやですから、あまあ、今回の沖縄訪問の前の段階からですね、えー、私としてはあそれを始めさせてもらっているということでございます。委員長川井克幸君 先だっての首脳会談で、野田首相はオバマ大統領日米合意の履行を約束した。ところが11月12日、ホノロルル a ペック首脳会談までは、やります、やります、頑張りますと、今、あなたがちょうどおっしゃったような言葉で逃げられるとしても、その後現実的な展望のない日米合意を追及してみても、空約束となるだけなんです。これでは 鳩山政権と全く同じ経過をたどることになるのは明らか。で、どうするかってことを繰り返しお尋ねしてんだけれども、ただ誠実に誠実にということしかない。で、そもそもこの問題はですね、去年の十、去年の一月二十四日、名護市長選挙が転機だった。辺野古移設絶対反対派の稲峰進氏が当選したことから始まった。それまではなんとか名護の市長も市議会も沖縄の県議会も県、 あの県知事も、なんとかかんとかかろうじて辺野古への移設をぎりぎり容認をしてくれていた、これまでの積み木細工をぶっ壊した、この名護の市長選挙で、反対派の稲峰氏を推薦したのは、一体どこの政党でしょうか。現場大臣ちょっとあのお かつては選対委員長やってましたが、私自身、あのそのときに正式にどこがどういう,う、えー、支持状況だったかというのは、明確にはわかりませんが、民主党は確か推薦してたのではないかというふうに思ってますし、えー、県連、あるいはその民主党の関係者が稲峰さんを支援していたというふうに聞いています。よ。 稲峰さんを。その事実もあなたはっきりとわからないままに、稲峰市長に会いに行ったってことですかあなたたちの党が推薦したんですよ、稲峰進氏は。移設絶対反対、最大の争点、市長選挙の、は、当時、普天間基地の辺野古移設を認めるかどうかが最大の争点であった。それが絶対反対の人が稲峰さんが立候補した。それを推薦したのは民主党なんですよ。 あなたたちと政党が行った、それからまたこうやってぐる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 因果が回ってくるわけですよ。市長に会うときに、そのことも知らずに会ったということですね。現場大臣 ですからあの、先ほど申し上げたように、正確にそれぞれの、いやいや、政党の推薦状況すべては確かに確認はしてなかったですけれども、先ほど申し上げたように、民主党は推薦したというふうに思ってますとで、同時にその前の段階で、国会議員の民主党の関係者に電話でどういう状況なのかということも改めて確認をしながらお会いをしたということでございます。委員長 私だったら、こういう難しい案件抱えている現地に行くときは、きちんと知らいますよ。だからさっきから言ってるじゃないですか。一言だ、評論家だ。推薦したと思います。なんですか、それは。じゃあなぜ、当時民主党は移設絶対反対派の候補者を推薦したんですか辺野古への移設が最大の争点で推薦したということは、民主党も反対だというふうに、候補者自身が考えて当然じゃないですか。お答えください。 現場大臣一月のときに、まあ、私自身がこの問題に深くコミットしてたわけじゃありませんから、まあ、そのときの状況については、もう聞くしかないということでありますけれども、お,、まあ、おそらく今おっしゃったように、それはあそういう基地の立場も含めて、えー、考えが一緒であるということだったんだというふうに、私自身は認識をしております。 委員長川井君その移設絶対反対の候補者が選挙に通って市長になって、辺野古移設に対する影響を考えなかったんでしょうか、私はもう全く理解ができない。加えて、去年の11月の沖縄の県知事選挙では、当時、中井町知事は県内移設反対は明言していませんでした。 その中山さんの再選を民主党は応援したんでしょうか現場大臣。あのちなみに、1月の選挙のあと、まさに5月にですね、さ、えー、まざ、あ、まなことを検討した結果、当時の鳩山総理が。 日米合意と、まあ、今の考え方に至ったということだと思います、それと、まあ、11月の段階は、えー、私も政調会長してましたので、えー、若干しりうる立場にありましたし、まあ、一定の働きかけもあったんでありますけれども、まあ、あまり表立って申し上げるような話ではありませんが、えー、中島知事を正式に応援をしたとか、そういうことではありませんけれども、 おまあ、側面的に支援をしていた方々は、あ私はあいらっしゃるというふうに考えてます。側面的な支援とか個人的な支援というのは、それはお互い選挙やってるから分かりますけれども、そういうことはどこでもあり得る話なんですよ、そうじゃないでしょう、これは、民主党政権の屋台骨を潤がしかねないような辺野古移設についてが最大の争点である選挙だったんですよ。でかろうじて当時中山さんは 県内移設反対ということはギリギリ明言をしてなかった。その人の再選も応援しない。正式にはね。あの、党としてね。そんな個人的な応援なんてことは関係ない、この際。あなたさっきから話聞いてましたらね。私がその職にいたときだからかろうじて知識があるとか、いなかったから知識がないなんておっしゃるけれども、外務大臣っていうものは外交の継続じゃないですか、それは。 特に民主党政権が二年前誕生してからこの普天間の問題は極めて重要な争点でしょ政策課題でしょありとあらゆる事柄を大臣自ら勉強するのは私は当然だと思いますよ。そのね、あの時私はあの役になかったからよく把握してないとかね、それは言い訳に過ぎない。それは政治家として私はきっちりと申し上げたいと思う。で、さっきから言ってるように、辺野古移設絶対反対派の主張をして当選した稲見、あの、 えっと、稲峰進さんに、今度は、基地の受け入れのお願いに行ったんでしょ、この前。やってることが無茶苦茶じゃないですか。あなたたちが推薦して当選して作り上げた市長のところに、今度は、基地受け入れのお願いに行っている。中井町知事は、ついこの前、防衛大臣に対してこう言いました。一年半前の名護市長選挙で、民主党は、 辺野古移設に反対の候補者を応援した。この経緯について民主党として納得のいく説明をお願いしますと申し上げてきた。そうおっしゃったんです。これ全くの正論ですよ。この模様を聞いている国民は誰でもそう思う。でも、防衛大臣から説明がなかったんです。その場で。というふうに、防衛省から先日自民党の外交合同部会で聞いた。中居間さんの立場にもなってくださいよ。 大臣、ギリギリ容認で頑張っていたところ、民主党が総選挙の公約で、最低でも県外と、何の現実的な展望もないのに暴走してしまった。しかも地元の民主党議員は、国会議員も県会議員も県連も、みんな辺野古移設ばっかり訴えてるんですよ、毎日毎日。自分の身内の議員すら説得できないような民主党政権を信じることなんかできますかやってらんねえよというのが私は中島さんの本心だと思う。 この前まで、あなたは民主党の政策責任者でありました。あなたの口から明快な説明をしてくれませんか中居間さんが疑問を提したことについて、なぜ名護で絶対反対の候補を応援したんですかその人が当選した後の影響を考えなかったんですか党として。お答えください。現場大臣。 1>, まあ1月の名護の市長選挙の件について、えー、まあ率直に申し上げて、えー、詳細に今ですね、この場で、えー、説明しろと言われると、なかなかあその時の状況については、十二分に説明できません。ただ、先ほど申し上げたように、まあ、民主党が推薦したとお、関係者が応援してたということは事実でございます。えー、それと、まあ、中井町知事については、 あそういう意味ではです、ね、5月の日米合意がありましたから、むしろこれはです、ね、私も選挙何回もやってますけれども、なかなかです、ね、その政治家が今までの考え方を180度を変えるというのは確かに大変なので、90度ぐらい変えてもらいながら、選挙に対する支援体制を取っていくとか、そういうことっていうのはあるわけでありまして、確かに胸を張って申し上げれるような話ではありません。たただ日米合意を踏まえた 県知事選挙の対応を一定程度したというふうには私は思ってますしそれは内心は私は理解していただいている関係者の方々はかなりいらっしゃるというふうに思ってます委員長川井勝幸君内心理解している関係者の中に県知事や稲嶺市長も含まれるんですか委員長はい現場大臣まあこれはあの信頼関係がございますからあまり申し上げられませんけれどもあの。お さまざまなことをいろいろ考えてくれたんだなとか、くれてるんだなとか、そういうことを思ってる方は、あまあ、特にその県知事選挙に関してはいらっしゃるというふうに思います委員長、河合克行君、当時のことはよくわからないと、今またご答弁された、ね、いや、1月のことだろうと、10月のことだろうと、そんなことは関係ないって言ってんさっきから、あなたは外務大臣の仕事として、外務大臣の椅子に座ってんだから、ね。 名護の市長選挙がどういう状況で行われたか、で、当選した人が絶対移設、反、あの反対派の人がどうして当選したのか、そういうことをですね、詳しく詳しく調べて、現地に赴くのが当然のことではないか。県知事が説明をしてくれ、民主党として反対派の候補者を応援したことについて納得のいく説明をお願いしますと、公の場で言ったことについて、防衛大臣にしてもあなたにしても、 防衛大臣は直接その場で、あなたは今この場で説明することができない、十分知りませんと、じゃあそういうことを言ってください、中山さんに今度会ったときに。現場大臣あの。そのことについて、知事から私にはございませんでしたが、私から今度知事にお会いしたときに、しっかりと調べて、それについては知事に対してお答えをしたいと、もしそういう質問があったんだけれども、私の方から分かり、あの まあこれもヒアリングするしかないので、しっかり聞いた上で説明をしたいというふうに思います委員長、何の準備もしないで、ただただ現地を訪問したという、まことに情けない姿がよくわかった。オバマ大統領からは、この前の首脳会談で、結果を求める時期に来ていると進展を強く求められ、アメリカ議会上院は、 前連埋設で進展がなければ、これとパッケージになっているグアム移転関連予算措置を認めない。強硬な立場を打ち出された。困り果てた野田内閣は、斎藤剛官房副長官を代わりきりに、沖縄担当大臣、前防衛大臣、現防衛大臣、そして現場外務大臣、官房副長官もう一度と。なんとこの10日間で、5人もの閣僚が沖縄に入った。沖縄県民の一般的な受け止め方は、 用事もないのに、何度も何度も来るなということですよ、それで一体大臣、あなたが言ってどういう成果があったのか、お示しをください。現場大臣あの。いろんな意味でですね、えー、訪問をして対話をしていかないと、物事はいずれにしても前進することはなかなか難しいと。 いうふうに思います、まあ、先般、私はあ最初の日に四軍調整官の、まあ、代行でしたけれども、そのときはあ調整官そのものがです、ね、いなかったので、えー、沖縄の負担軽減、特に事件、事故、騒音、特に騒音でありましたけれども、そういった問題について、えー、強く要請をしてきたところでありまして、そういったことに対して、一つ一つ結果を出していくと。 いうことはあ大変大切なことだというふうに思ってますし、えー、やはり対話を積み重ねるとお、そして現地を訪問するということはあ、やはり非常に大事なことであるし、これからも引き続き、そういった行為は行っていかなくてはいけないというふうに考えてい河井克行君。 市長選挙で掲げた陸にも海にも米軍基地は作らせないとの公約は最後まで貫く、これは間違いないですね現場大臣。え稲峰市長さんからは、そういうご発言はあ,ありました委員長河井克行君。成果が上がるどころか、逆に地元は警戒し始めてるんじゃないか。